豊洲市場の用地取得をめぐり土壌汚染を考慮しない価格で購入したとして都民らが都を相手取り売買代金およそ578億円を石原元知事に請求するよう求める裁判を起こしています。原告側によりますと今日の協議で都は土地売買の金額は知事の裁量権の範囲内としてきたこれまでの主張に沿って石原元知事の責任を問わない方針を示したということです。小池知事は今年1月、石原元知事の責任について方針を見直す意向を明らかにしていました。